よろしくお願いします。50秒ですね。50秒。はい。残り10秒ですね。10秒。数よ、チャーガン10やイビーガヤ、島くつばエンターテインメント、
今月4日旧暦を通って7月の25日火曜日午後1時を回りました。チームガラサ島くつばニュースの時間なといびん、はい、パーソナリティやワンネ岸本タルガーニーと中村によっちゃんばあちゃんしゅうくいさび中山田ゲストが2人メン総長、はいどうぞ。はい、日賀町子なといびん西ちょちきみそれたい、はい、オープニング曲チームガラサ武将を弾いてくださいました日賀町子新試合びん、はい、そしてナチュヤハンズオンユースクラブ、はい、はい、ワンニー沖縄ハンズオンユースクラブの崎山凛やいびん、チュヤの町子新市とまた、よっちゃん新市委員会、ナレーブサンディウムティーチャービタンジフィユタサルゴトウニゲーサビラ、わかるさ、チュヤユッタイシ番組を届きサビコトヤサイユタサルゴトウニゲーサビラ。この番組は株式会社メガネトゥーワンハエバル店、医療法人一生会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、加え皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社の提供、 FM ギノワン茶壇城文化協会島くつば部青年部沖縄ハンズオン NPO の協力し、うとどきサビン、よっちゃんばちゃん、はい、番組のご紹介ゆたさるぐと、はい、おにげえサビン、はい、島くつばエンターテインメントし、うちなの音語り伝承しちる番組やいびん、毎週島くつばかなさするちゅんちゃんのゲストトーク、島言葉ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど、この内容をうっくいさびん、またインターネットしちみせる方、またうちなびけやアイピラカーマ外国運会面せるうちなかなさしみせるうす4回この番組を生みかけることないびん、また父うたび見せることないびんこと、ぜひこの番組かなさし父うたびみそうり人間さびら、はい、みべべびる、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジューやいびーが野菜、チャーガンジュー歌子アビジューさんの食いかしとまちこしんし、そうよね、ビールさいびしが野菜、はい、チャーガンジューやいびーが野菜、はい、もういちなさんなか、うん、ベンガンジュソイビン、うんじゅらためなち一なさいびしが野菜、もう元気が本当にめなち、はい、素晴らしい、うん、元気の秘訣やいびこと野菜、はい、そして崎山りんチャーガンジュやがや、はい、いっぺえガンジュやいびん生がるサラバンジやいびごと元老や若さちがガンジュあらんでデージすんてやがとすやガンジュって若さがビールないねな一デージなことないんでやいびん野菜はい、本当に生よっちゃんばあちゃんから教訓相引いたことやさい生の若さるちゅたやっていうこと、はいはい、よく叱られますよねはい、終わったまたハマティからやんでちゅうもとおいびことやさい、はい、ゆたさることおにげさびら、はいはい、またあのこの頃日があの白くなとおいびしがやさい、朝と夜ですね、日中はいっぺやちたいびしが茶やいびがや、はい、日中あちさんどうやがくねえまほっかによまほっかあの普段ごいりがんちいんじゃんて、あきさびはタクシーの列車もたるもんまたうっぴがタクシーのて引きあらもんやんで思ってあっちゃんて、うん、あい初めて足そうそうそうとさで今マフッカンでる言葉あいびいたこと若いびがや、グブリあいびん若いびらん、これはあっちゃんばあちゃん真昼のそうそう真昼のこと真フッカンです、あ、うん、はい、夕方ゆまんぐいゆまんぐい、まふか、まあ、昼のこの暑い時間帯のことですね。ゆまんぐい。ゆまんぐい。そしてあの夕晩時にで朝の10時頃とかね、してみてなからとかさ。してみてなから。してみてなから。と12時との間に言った。うん、またしてみて。うん。はい、時から3時頃、うん、で昔は時計ねんことよ、うん、中和は1番台に歌に浮き通さとか2番台にティーラの上がり上がらそうに歌とかさこれで時間、はい、うん、
いい言葉やいびさやさい。それから木の影、うん、木の影、はい、うるさんに、ハマホッカナトンとかさ、デゲナ、アシーナトンとかさ、あの時2時3時ぐらいになってるとかって、木の影で、はい、話むずてんしまびがやさい、うん、一番どいの歌いねえっていうのはこの一番どいが一番どいって4時頃あ4時頃の、うん、あ4時頃はい、うん、俺たちなんか起きたんどんっていう、うん、一番どいに起きるちんちゃんは春とかさ、うん、七味ぐい見ぐてちゅん、うん、二番どいにじわらちゃお口が今回の準備してみてもんかまじりて、うん、あれ定義ぶる学校よ、うんうんうん、トゥーサから村集まちちゅうことで村村からが今回、うん、で村村の村んちゃ平均ジールはやから独自に知ってみてかみかじから、うん、朝ごはんかじからやる知ってみても来るよ、はい、7時になんなく定義が今回ちちょんよ、うん、平彩便野菜早起きして一番ねやんかうねくんちかわり行くとて学校か平くないとしませんりやに平くちょるばやかやうて仕事がまんどいで仕事まんどいよで半分くらい水が民家いて、うん、みじんいっぱい固めてち行って足から学校に帰っちゃうのあ、はい、帰ってちまた半分の水がひなとおくとまた水固めて、うんはい、もうこれが生活の一部だったわけなんですけれども、うん、先ほどの話の中で一番どいが泣いた時にだいたい起きた時間が4時頃とか、うん、二番どいとなるともう5時から6時とかですね、うん、なっていちよっちゃんばちゃんこっちよティーダがあがやあがやソウルトチっていうのは、うん、これもまた一つの表現ですか、うん、太陽がだいたい上がってくる時間帯、うん、この湯沸きしらじら赤とんちのこの時間帯に起きたんどとか、うん、それがもう時間 の、 あの何か基準表現だったわけなんですね、うん、時間の表現って売り物はいまたあの話父ねあのヌンディヤビーガヤサ腹時計リヤビーガヤサイ腹時計腹時計でしょはは鼻時計お腹のあ腹時計腹時計腹わた時計ですねお腹がグーグーないねや俺またあのお昼の時間帯やりそうそうこの表現やヌンガラアイビータガヤサイ足足足、うん、なんか あれも言ったよね3時のあれ、うん、3時やるんだよ3時かのったから3時じゃとかの3時じゃとかって3時なんか、うん、畑には3時内寝て、うん、え朝よたの時期にせや、うん、朝よ10時のあれおやつでいいねや、うん、しこってむっちちるわてでよ定義ご飯が普通に3合あたり立ってるわ、うん、10名いたら3畳立つんだよ1人3合1人3合食べるのよ春はあの田んぼ仕事する男の人でちゃうよ、うん、うりしやまたおつゆ物だけど棒にし固めてて短間にうさぎしや、うん、定時地また今度足の準備起きるの準備、うん、またえいちいち組みちちるわて、うん込みついて時計回さるわよ、うん、ついて置いておくよりは、はいうん、だからもみからさ組みつついてご飯炊いて、うん、おつゆ炊いて、うん、おつゆんかししごわにいっとる場合こっちでな、うんうん、だいたいそう見じる場合ですねあそれぐらいも農業の仕事はもうくんちつけないとすぼいごわとかのとかリアに、うん、売りまた固めてて棒にし固めて麺かや汁、うん3回ご飯で固めてよ、うん、また春まで一応バテたまでお昼またケイティティまた3時のおやつまた組みつつまた日米をついてまた朝から晩まではゆっくり暇ねえらうん、ね、また夕晩へせんやはい、うん、ローヘアジョンでいるところよ、うん、グシカさんのカーマおわびのブラックやよ、うん、1日5回食事するあ5食さはるよさ、うん、朝よこの一番どいてまじゅんきやんたんかいちゅるばって、うん、仕事しでうねねとるゆうるばんのぬくやかりちゅるばって、うん、できて朝ごはんはいそれでまた10時くんまたお昼はい3時また湯さんでしょティーラのまたさがティーナでみんだらまで仕事するばって、うん、私ケイティチまたなつけ夕晩、うん、それで働くわけ、うん年中また無休ですよね年中無休よ年中無休し、うん、休む暇も合間も私はあまりこれこのいいことやよ、うん、あの稲君がの前に必ず製品
チャーギウイルバテ。あ、チャーギ。うん。ヨーロッパのマギナイネテ。イキガンゴのマイティンチャーギウイルバカナジュパのマリネロ。はい。ティナゴンゴヨ。俺が読めるか一ルバン、リサン、タンスチクティブタスルバ。ああ。生活を書くですね。で、イキガンゴエテ。全部もう。で、ケヨ。結婚して、こんちゃったいみたいなするやけ、無理やティーチンかうんよ。ああ、やちくるためにどうせティーチンなかいよ。労働力が必要いればって農業するから。はい、あそこでやったたさんば。で、月は40代いけないねよ。初めてやったたするばって。うんにね、やティーチチクって、いいらき、ふんけしめるばって。で、うんにね、このチャーギー全部切ってきて。これで柱やったりして、だからチャーギのお家、すごい素晴らしいお家な、チャーギでお家作りして名前で100万匹じゃなしる、1億円でしか建てないよ。ヘビこと野菜、チャーギの茶があまりね、香りがいいわけ。ふーっとしてチャーギの匂いがするわけよ。高級材料、これでさ、お家を作って分化させる。あそこってよ、ちゃんばちゃん、ジフカルブラックの生きがんちゃんの2倍3倍働いてる。ああ、いう働いちゃうの。これ子供が生まれるとチャーギを植えて、それで育っていった時に家を作ったり、そう。イナグンちゃんはまたタンスを作ったりするためにチャーギを植えたと。嫁入り道具。山内の方ではですね、よっちゃんばあちゃん、私ギンディルあの言葉アイビータグトゥ、あの山内はまた昔あの山桃が有名アイビータグトゥ、キヨコを育てて、これはあの娘に渡してですね、これまた小遣いごはんにしようやとかですね、親がまたわらびんちゃんかい、このチナジイチュルこの運事ですね、恩義をこうつなぐ私ギンディル話アイビータグトゥ、これまた親の恩義ですね。ね、わらびんちゃんがまたこう感謝の心と、またもとぼうとって無理やまんかれないことで、といが言ってたんよ、はい、あ山もも、ね、はい、素晴らしい話ですね、よっちゃんばちゃん、先ほどの話しんかいムドイビー氏があの足インディル表現アイビーたちが足や大和口んでお昼ご飯さ、お昼ご飯のことを足、夕晩という表現もされますけれども、夕晩って言って夕晩に夕ご飯、はい、あ、グブリサビだ、朝晩ですね、お昼のことは朝晩っていう表現も IBC が朝晩、はい、朝晩って聞いたことないよ、足んでる痛い、足、朝晩でシェアが、朝と晩で言うと標準語ないさ、地域によってはまた現代の若者ちゃってのはムルマチャヒンってやつからだし、グブリサビさん、沖縄口がなったら大和口がなから分かる、悪がよ悪がよ私がよって言うこと悪がよ悪が、なんかこんな標準語ないよね。ね、専門家の方からクレオールンデル表現アイディア、現代の言葉、ナイビランガ野菜。グブリーサビタン。ウリヤマトンジチカテンで通らんの。じゃあ朝ごはんをシティミティムンとかヒティミティムン。シティミティムン。お昼や足、足の足髪イチャビンドとか、なんて言いますか、昼食を食べに行きますとかですね。足の時間なとイビンドとか、足の年がって、じゃご飯髪が一緒にいることをなかなかでやるとってる、はい、あの子食堂もないさ、うん、でもともと一軒だけそば屋がたんよ、うん、こっちに入ったことないけどさ、はい、そば屋のそばから遠いね、いいかばごはそしがて人家かいしそばでやこうてカビネやでて、特にいなぐえよ、うん、外食したらさ、うん、俺がちまや、俺がちねむちゆさんって言って、評判なの。だから外食は一緒しない、厳しいですね。うんうん、もしこししや、チャーやエビが野菜、生のお話。もしこししや、現代の中国とは、現代の中国とは、こんなことねえらんって違って、昔や。うん。はい。よっちゃん、ばあちゃん。あのツイキャスの方にですね、銀のトロンボンさんからメッセージ、うん、アイビーこと野菜、ミールサイビン野菜、銀のトロンボンさん、だから銀のトロンボンさんたまにいらっしゃいよ、こっちにちらごはんにぶさしがてもろこっけててもろこっけてくいびけてしかれぐぶりさびたはいさい、中村よっちゃん姉さん、はい、日賀町子先生、はい、たるか222リンちゃん、先ほどの話なんかやのチャーギの話、あのメッセージ、うん、アイビーこと野菜、うん、チャーギ古いし西江氏が稲群馬の弓会一路バスまでマギクナイがサビラっていうことでですね、定期大きくなるよ、うん、はい、あの
タンスはそんなに大きくなくても作れるさね。はい、チャギを植えて、だいたいこう嫁に行くまでにどれぐらい大きくなりますか、うん、大きくなりますかっていうことなんですが、内地が提言、杉植えるや、杉植えるさ、はい、うん、いやいや、はい、チャギでお家作るにしてるのは高級だよ。あ、すごいですね。ヒノキというのもんで、はい、うちのことって、うん、そ土地によって違いですとかや、うん、違いは違いは始まる、うん、生のとこまでジャガのチャーシーがあって、うん、と生のとこまでお家つくときに、うん、チャーギーウィーテーシーがあって、まあ、ぶなごあって、うん、ミーチぐらいウィーテーシーがちっちゃいの、うん、ティーチーが一本しか育たないわけよ、うん、これ枯れて、はい、だからこれが生もう9年ぐらいないかや、9年ぐらいの足がて、あの、あまり負けならんばって、いや、やっぱり山手の方が木育つはず、 あっちも山手の方だから、奥が海辺じゃない、海辺だから、うん、環境によってまた、でやっぱり手入れしてる、これこれしか下枝落としたりしゃ、うん、で手入れする場合は、うん、やっぱり木も手入れしないとさ、うん、人間だってそうさ、手入れしなければガサブサ、彼人になっちゃうや、彼人だっぱちごさんにガサブサにしや、うというのも金魚来ちゃいだわきっちゃいて、手入れすくか、金すくすく、ガサブサや大和口にヌンディヤビがやすい、大和口って言った、ヌンディが、大和口って言ってガサブサだ、なんでもうなってるってか、ガサガサブサブサやいびがや、おすまさんがもうやっぱり見らっとるあるやもんね、あんた、山口さんガサブサヌンディがや、トロンボーさんは神空にガサブサガサブサヌンディやみがや、ならしくそれ色かじりな草が生えてるってことでしょ、ちょっと乱れてるってことさ、髪なんかのもほらガサガサやって、あと一つの悪い言葉はさ、ヤンバルガンサっていうさ、あ、ヤンバルガンサ、髪がほら縮れてブジュブジュってやってる、たまっててる人でしょ、あれんかヤンバルガンサ、ヤンバルガンサ、それで赤茶で染めて若者もいるさ、お兄ちゃんたちもゴサゴサって二人、ヤンバルガンサ、ヤンバルガラサ、ヤンバルのカラス、カラスの巣という意味さ、あのアフロヘアとかですね、岸本君のから人家ヌンニーがやや、岸本君の漢方家ヌンニーがやうちのから人やすな、漢方家の漢方家やすな、一虫アイビランがやグブリーさびた、はい、銀のトロンボンさんからですね、新談義のキーですね、はい、あの古い市へ閉鎖市がっていうか、うん、新談義 は早いですか、新談は早い、やいやもよく植えてる、うん、で、あの新談でもやっぱりあの仏壇作ったりするとき、新談義で新談をさ、大体仏壇に、うん、の木にやってる、うん、それでさ、床柱にも大きくなったのを使うところもある、はい、床柱一本よ、安いので25万とか35万とするよ、うん、50万おろすやくいったら、うん、うちのところはなるさ、はい、あれ35万だった大きさ、でそれおろし値段でよ、うん、あこれ作るから、でそれ業者のところに行ったらさ、もう40万から50万、床柱は高いや、うん、それぐらい貴重な素材ですね。はい、それほどまた昔の方々のこの歓迎や、またこういう自分たちで木を作って、その木をまた大切にしていくっていう、またこの心のあり方ですよね。クルチの木やって、あのクルチの新やめた三種の竿を作るの。はいはい、あれクルチのよ、周囲じゃなくて中の芯、はい、だから何十年っていう。育てられるかや、うん、この中の芯が取れないわけさ、うん、まあ、生き楽なといびくってる産品は高いよね、生は50万くらいしたピンド、はい、なね、そうよ、あの栄馬クルチンチ一番高さやびしたんだ、八重山のだからもうあまりなくなくて、うん、もうブランドなといびくからね、ブランド家なといびくと、はい、同じ木でも湯の木足が、あの台湾とかあ、違う、来るのはまた半分寝るんだけど、うん、こういうの、
名前はハボン・マギブランさん、ノーヘビンで西ケービン、あれが取ったらいけないことになったのでさ、はい、それから三振のカーハルノもさ、うん、なんか高くなってるわけよ、うん、ないから、うん、うちのハブルは小さいさんできない、うん、昔の時西ケービンをペナソータンロシゴサーカスがよ、はい、うちちてやのがこうやってくさによ、おのハブのヒンギアにて、うん、うんそうどうやったんよ、チャーシーが捕獲されや、うん、このクラス胴体どこは年利子がどこはないとなんかそうやって飲み込もうって言ったんや、うんうん、飲み込みならこの口開くのに、はい、うん、サーカスんかい言ってたんよや、これあのマギサラハブやヒンギとロイビアさんにて大騒ぎだったよすごい、うん、道の中をてウイビータがや屋敷を通ってが勝ち見たらやつか、うん、勝ち見たらやつ、うちなんかウイビなんだ、うちなんか、あれよ東南アジアから、だけども捕獲してから減ってるんじゃんって禁止になったわけ。あんさに三線の寛解あのあれさ、なんていうの。これもで後にならないさや。そうだ。あのなんて合皮とかで作ったんです。内容がすぐ近いし、パカパカしない。人工人工で味。いや、人工皮をパカパカしないよ、すぐ若いし。キンキンキンするね。本当このあれですね、このまたこのヘビハブを大切にする心だったりですね、うん、こう命をいただいてこう三振、そして来る地もまたこの自然に感謝する心というのは押してないびらんこと野菜チャタンジョよ、ハブで来るんでやにてん、うん、一時よハブが来るんでてん、うん、ハブ条例も出てたよ、ハブ条例っていうのが出てたよ、はい、うん、何あのハブよ、砂辺のあの崖がせや、うん、もうかもうから言う雨降りないねえよ、うん、ハブ銀のトロンボンさんからメッセージいただいております、ありがとうございます。先ほどのすみません、ワンのカラジの話にやいびたことやさい、タルガニーニーニーや長十簡単やいびさやということです。長十簡単やいびこれ長十簡単で尻尾の長い鳥の尻尾の長い鳥の三光鳥、ああ三光鳥なじき的味噌汁にフェーデイありがとうございます。はい、それでは一度あのコマーシャル挟んだ後にまたあんやたんやんでる話にあいびこと、ゆたさるごとうにげさびだ、はい、この番組は株式会社メガネトゥーワンハエバル店、医療法人正解デイサービスセンター諸見の里かかず委員、くわえ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会島言葉部青年部、沖縄半蔵 NPO の協力し、お届け総意便、時刻や名前1時26分を回っております。FM ギノアウトティ生放送で番組うつどき総意便、はい、まあ、いろんなあの一文字の話からですね、自然の木の診断儀からまたクルチの話、アイビーたちが野菜、うん、あのリンはですね、はい、あの生春しくじんまた総意便こと野菜、はい、春3回なといびんしが、はい、春しくじやちゃやがや、いやなだあの便長中アイビーしが、うん、あの畑の紳士からいろいろなことならて、あのゴーヤーとか、うん、あのもうゴヤも時期過ぎても撤去さにまたの、うん、土作りからの始め投資が、はい、あの一平あの一時中の純文すごくこうあのいろいろと学ばさせていただきながらですね、うん、やっぱり今あのワランチャーやあの買えば食べれる、はい、買えばある、うん、もうこの感謝の心生きらさくなとにゃんで、うん、あの私でゆるむにゃいびしがあの一平うぬくとあの、うん、勉強勉強させてもらっています。よ、はい、足を浮いても大きいせよ、島らっきょう北斗あれよ値段高い、運転ごはさんにて500円とか300円とかするわで、うん、あの島らっきょうよ陣内さん孫も貴族の話になる、いい話ちょっと見たの、島らっきょう島らっきょう、うん、あれ10月ぐらい、5月ぐらいが収穫時やるわで、この長い時間かかる、うん、いうことよ、
よちゃん先生のヤンカイ、シマラキュアイビーが野菜。シマラク、ねら。フンダスがね、リアセウラムティオン、シマラクヨウン。うんにね、ちょっと苦しいお金なし。あっさによ、最近うじつて、春ごはんけたちしうじてよに。臭いものとってさ、準備はしゃいしがよ。なかなか家事にさ。昼間さ、俺臭いにね、で、まんかりやってん。いや、ビーチちょくとよ。ヤイビーやさ、もういろいろたくさんもフォーク成長がそうだね。クソヤミーランシがて、いろんなよ、しあの島な、なんくるみの島ながよ、見ててへん。そうたこと、おりん髪ふらんたことよ、虫やあらんしが、髪わけにちょるがしがやんて、この間みんなむるつってまたちりんかしてやねてん。今またよ、桜の葉がて、はい、毎日売ってるわよや。あ、朝必ず売り切るってよ。うん、でまた肥料かいりんりやな、生春ごんなんかかけるちゃってしげて、うん。もう秋になるとさ、それが桜の木の葉っぱ刈りやのうちって、うん。で、それからつぼみが出て桜、大地年明けと咲くんだけど、今度早い、うん。え？桜の葉っぱが落ちるのが早い。あれ葉が全部落ちてからよ、うん、あのつぼみが出るわけ、うん、で桜咲き終わったら今度は新芽が出た葉っぱが出るわけよね。あすべて今度はぬんがらくせく葉が枯れ葉が落ちるのが早い、うん、また桜の古いしよ、また何も花を浮いてからよ10年ぐらいでないしがや、さすがに庭の半分の桜だと、うん、またこの太陽の光を浴びないようにということ、またこのカバーの仕方とかも、あれすごいですね、雑草が生えないようにとかですね、栄養のあれチャヤガヤ、うんうん、あれよ、うん、雑草の生えらねぐんで一応草ということにあれね、今度砂利こうてちしちゃるわて、うん、あの味見ちくわんけろな食ってもらしがて、さくというふうに、あれやこれまたよ。じゃれしてるもの、日がかっこんでしょれるんだね、うん、カーブがんちくってて、うん、そしたんて、今度また木の葉、クルチの葉っぱが落ちるば、放置ならんせや、目にとりひるらんな。ひまね、ひまね、またりていちなっていちなひるって読む。へぇ。だいたいで、ね、な、2万か売れるわか、2時、3時ぐらいまでずっと2万か。みじごわとスクルーザータグはもちよ、ね、そうですね、もう命日あちさいびん野菜、うん、でもあのわたやはるしくちさんにあのわらんちゃあとまじゅんあの畑見解あちいちいねあのはるしくちですね、くわとかむちまたねゴーヤ収穫とかあの一緒に自然体験ですね、土も触ったことがないっていう子供たちがフォークイビグと、はい、でもワランちゃんの父フリーね、すごくこの心がですね、あの表情がすごく豊かになりましたね、あのすごくこれまでは遊びの中でストレス発散みたいにやー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 ってこう文句の出るような子供たちだったんですけれども、だけどすごくこうやっぱり土に触れてこうやっぱりこう野菜を育てるのは、まあ、これはもう人間と同じように子供を育てるのと、ユヌムンドヤンドって真摯からですね、いろいろあの奈良地、君そうち、子供たちもすごく勉強になってますね。はい。たぶたまがチャレンジャー触ってることに感じろ。ああ、そちをなかなか触る機会がないので、はい、よく聞きますけれど、マチコ紳士はチャイアイビタが野菜、昔この春しくちからまた稲の、デジャーの話。あ、じゃあ春中だから多くな春くんちかったらじろ。うるさいでから。18まではな、ある時はもう田んぼはあまりねんていうことや、またウヒゴしかねんていうこと、まあ、田畑、マンドビっていうこと。うん、まあ、いつもあの春さそいびたん、はい、うん、春はじゃやたからならやびたが野菜なお、うん、まあみんな父なりしなうやんちゃからな、うやんちゃがするのする、はい、たぶさとったり、うん、これもみんな小さくやり昔んちや、はい、自然に覚えるわるとってやみんなり父なりそうってペテシアイビン野菜、みんなり父なり、そうそう、みんなり父なりしる、うん、なもねな俺にたくならそうちょうらんよ、うん、間違いにしぐあや俺が足信じすぐすぐぬらいるそろぬらせさんぬらせさんぬらいるそろ
一番よ。そうですね、あの、うん、農業で一番口さいね、一番タグサというねが一番、うん、夏のタグサや、夏のタグサや、冬は寒いし冷たいしや、うん、夏はあの田んぼの水をお湯みたいになってる、うん、へー、あ、はい、熱し、はいはい、それでこれが少し伸びたらこの方でかっかをくつがうかい、はい、で水は熱いしさ、上からも太陽だしさ、はい、稲穂では顔をくつつくしさ、はい、いや田んぼのよ、本当に米を本当に一粒入れてんよ、うん、なあ、裾にしなら、うん、田んぼ作ってるし、今今米一粒作るのにさ、どんなに苦労するから、だからさ、一つも残さない食べ方、一番最後のお茶漬けすること、そうそうそう、だから必ずお茶漬けする、はい、さささ、きれいと食べれるようにですね、必ずお茶漬け、うん、また美味しいお茶漬けや、うん、漬物ごとお茶漬け美味しい、うん、一番、なっちゃ一番レジャータグの、うん、大切な教訓ですね、だから平行卒業し、学校卒業し、なあ、あっち言えば久米島、田舎焼くと、うん、なあ、ファンかい、うん、すごい、はい、だからもうすぐ卒業したらもうすぐこっちに取り立ての島子、うん、島子またゴミも美味しいよね、うん、こまカバさん、うん、香りがいい、いい香り、とてちゃあきの組みにしよう、はい、まあ、白くしてないよ、黄緑してるよ、取り立ての米よ、うん、はい、黄緑美味しいだからさ、うん、あの精米して置かない、うんうん、精米したら古くない、もみからで、もみで置く、食べる分だけつく、うん、あ、無駄をなくすわけなんですね、この、うん、はい、大事にする心ですね、うん、またあのよっちゃんばあちゃん町越しあの国枝あの旧暦のうゆみしちビューティー、一なさる行事アイビー出しが野菜、九本や茶やいびたが野菜、九本ね、九本な、ちょから人参から人からぬんく無理しなさったもう親戚ええかんちゃん、ムルアチマティ、また人からぬからっていうことでお金も大変だった話もありますけれども、うん、はい、3日間本当に大忙しい、そうですね、エイビータが野菜、はい、うん、かこの運慶女子からや運慶女子受けてからもらった平米と五時頃し、はい、運慶女子さんが運慶してから、うん、それでからもうあのみんな備えて、うん、それでこれかまたどの山伏のとこまかい、うん、また教え子持ちんじゃい、はい、やってって帰ってきてからまあ次のあるからね、中日からの朝昼晩ってご飯、はい、うん、中日からが朝昼晩ってか、うん、朝昼晩とまたおやつの時間にも、うんうん、はい、ヤクルトごはんとかさ、なんかちょこっとしたお菓子とかあげればいいからやね、おもてなしですよね、本当にうという町のやり方に、はい、ABC が本当に女性の方々はもう台所からおもてなしでも一文でもう仕事言いたらばって、はい、あそこと菓子サムライが、うん、レイジーってなるうちさんてんてこまい、うん、尺の面生ねえよ、もう忙しい、かねてやった、はい、あの動画もあるからそれも煮付けしていて、うん、冷やしといてからに、ね、あげようと思ったのがよ、うん、上位並んだ道中さんに、うん、あとそうめん茹でて、はい、冷やしそうめん、うん、冷やしそうめん、まあ、そうそう、冷やしそうめんよ、一番受ける、あでそうめんっていうのはさ、はい、上等、一番これ縁起物としてもこの長々とっていうような表現もあったり、そうそう、白っていうのもまた意味があるんですか、真っ白っていうのも、そう、汚れないっていう、汚れない、汚れを落とす、あの、崇高の場に一切使っていけないよ、うん、そうめんは、はい、あれお祝いの時にする、あ、昔から崇高の場合で朝ごはんと豆腐ごはん、豆腐小さくとした際の目に来て、うん、朝汁ごはん、はい、うん、そしてまたあのうさぎもんや、また角を取らないっていうことで丸いものとかそういったのもあのヌンディアビーです、このパッチとかそういったのもアイビーがやっ、お正月にはできるだけ丸いの角のないのにしがって、最近はもうそんなこともないさ、あんまり昔みたいに厳しくねやらなくてたんだ、あ、うん、あのね、なんか昔は厳しかったですか、昔はもう肩にたまったままで、うん、
そしてウサンデーするこのタイミングよく聞かれるんですけれども、線香がこの半分とか、また線香が消えた時にウサンデーをする、逆に長くウサンデーって言います、あのお供え物は長く置いてはいけないとか、こういったのもアイビーガヤさん、うん、タイミングとかや、うん、チャイアイビーガヤ恩恵すさね、うん、多くやって遅く運気平屈し、運気多くいて早くやったらさ、はい、おはじ鹿島たち平屈系でって言われますよ、言われ、ね、思われるので、はい、できるだけ遅くって言って、私いつも11時頃にする。はい、また11時、12時頃、装備たちがって、はい、さっきのわらばたが、なあ、へこわらせ、サミがちょっと日。でも大体10時頃、10時頃そう、はい、多くするやから呪縛かざってしや、はい、でもオードブルって言ってよ、うん、両方が打ち切ってて、うん、うさんでするやからなんか売りカラオケやってあそこってもう20人より作る、うん、でうさんでしてる呪縛またみんな持ち帰り、あもう一回の口にならないかもろもろ持ち切るもろわけ今また持たす、何かこうお供え物を長く置きすぎたうさぎちりっていう表現することもいてですね、やっぱりこうな、うん、あのお供え物を長く置いてはいけないよっていう表現もされて、その人みんなおあのそれぞれの分けても出しちゃう、はい、でも私365日も果物切らさないか仏壇、うんうん、仏壇の果物やどがまさし好きやるお手物を抜くしようんち抜くしようんちちょちょるばって、例えばマンゴーとかさ、リンゴとかみかんを残しなさい、こればあちゃんがうさんで食べるからって言ってあとはみんな分けて持ってっていいよね、兄弟スイカとかってあんなのはちょっと、ね、みんな分けて、だパインだけもらう人が少ない、あれやがまさしやカットするね、お手物カットして半分何物分けてツイキャスの方にメッセージいただいております。ささみさんよりオードブル食べたいですねっていうことですね、で、まあ、オードブルも増えているところもありますが、うん、また銀のトロンボーンさんからはですね、三が日のナーカウティケンタッキーとハンバーグとコーラチュケンやウサギタガヤっていうことで、あケンタッキーはウサギラン、ウサギランハンバーガーをちどころ作ってウサギアビン、どころ作って自分で作られて、みんなどころ作ってはね、カミングはやって、はい、で、中はくんくりして決まってほしい、何らしいのこの試合とかって寿司かまぼこや、はい、だってかっこめてるさ、豆腐だってごぼう、はい、ごぼうごぼうこんにゃくをだけや、あのごぼうなんかよ、うん、あのお肉の薄切りしたので巻いてから、ね、ごぼう巻き、うん、これまたすごいですね、海の幸から陸の幸、山の幸に出る、全てに意味があるということなんですが、ツイキャスの方にささみさんからですね、はい、メッセージありがとうございます、子供の時はうさんでするのが待ち遠しかったよということで、その待ち感 TC から野菜これでまた言葉を生の終わったまたあの児童カウンティあの出前児童館キッズデポとか浦添の方でもまた前田湯伏が丘児童センターでわらびんちゃん会話ししいね野菜、あのうさんでさびらっていう言葉を覚えてる子たちも多くてですね、この待ち遠しい気持ちは今の子供たちもまだ持ってるみたいですけど、だから食べたい時にはちゃんとおさんでしからカムンドアンチのチョンバってあったり、はい、うん、おさんでするやけ時間が来るようにはね、必ずオードブルコーデフォン、うちなんかもテーブル2つつないで両方に置いてさ、デジロもオードブルもさ、はい、もう2つも3つも買ったりはって、うん、間に合わないぐらい大変なところ、本当に一の朝日今度買ったところオードブル上等いったさ、ノンノクランタンで、あ、あれやね、ワコネンシムルノクトは楽しんでやんね私も食べないけどさ、うん、はい、そしてあのお盆を終わった後ですね、うちのあの行事ウティよっちゃんばあちゃん、これは旧暦の大体8月8日にされるところもあれば、これ8日日にいる、あれは8日日、8日日これヌーヌあれはさ、ヨーカビはさ、あの昔はさ、火玉が上がったりもするって、うん、あのあなんて言った葬式もやってもらえなかった不要霊が、うん、はい、無縁仏とか、それで、うん、それをあれするってために、うん、あの儀式の周りからうろうろするっていうんで、うん、昔はヨーカビは、
あの爆竹鳴らしたりして、うん、フィーレを追っ払うという意味で、うん、またあの7月に必ずうさんでした時にいくらかごちそう包んで、うん、お家の角に置くさん、うん、あれフィーレの人に、うん、お盆やってもらえなかった人にで必ず、はい、あのあれの時には必ず、うん、こっち思いやりですよね。町子先生のとこはこのヨーカビーとかや久米島を通ってチャイアイビーとかやヨーカビーって、うん、うちは分からんけどあの8月あ旧暦のよあ7月何時かな、はい、旧暦の8月ないことで新約9月よ、うん、てげあの15日万ぐらい与えればあからんお盆はいせ、はい、その後のまたこの日だったかな、うんあの爆竹鳴らし、ああ鳴らして、はい、平国警備音日、うん、とで、はい、またこちら用意してる人がいるか、いるんだから、うん、はい、平国警すためには爆竹で返す、これあったんだけど、よ、この八日に見てたから、無駄万ぐらい、手すなげ万ぐらい、八日日に。うん、爆竹を投げて、いや、お順守はいいよ。また町屋沿っていくと爆竹を通ったんよ、はい、卵穴として。あもうそれもだんだん作る人がいなくなったか、禁止になったのかさ、はい、立つ立つじゃなくなった。今であの隣近所のまたご迷惑になるんでる、またこうやって苦情なんか前に言ったね。テロがちゃんでやるんですこの爆竹屋のぬたみなかい、そういう意味がいいですね。あ、これは違うびっくりさせるためにか、あの、ま、なんていうの、お坊主が、うん、な、まず寄ってくるわけさ、うん、おうちちゃびんばって、はい、そしてお、やっぱし一年どのやかい、いつせ、うん、どのやわからんとき、おうびんばよ、うん、はい、つつじがな、まじほよよそんばって、うん、だからまた終わったら帰るさ、はい、なるぬくとんばって、はい、どのやわからん、はい、冬ぐれ冬ぐれうとならち、うん、谷抜きもうそう、うん、もう帰りなさいってことで、うん、帰らないからこれで昔はさ、ここ、うん、あの埋葬だから火玉とかさ、うん、でも必ず人が死ぬ時は、うん、今でも上がってんの今大体がいるので分からないですよ、うん、必ず亡くなったお家から自分の墓のところに、うん、火玉が飛ぶ、はい、玉貝火玉が玉貝って必ずそれはあるよ、うん、今もうみんなね仮装すると、うん、仮装すくって違う違うあのあれさ、リング燃えるわけさ、うん、リングはさ、うん、あの青白い光が出るのがリン、亡くなった人の肩になんか出るんだって、それがリン、これ青白い骨が燃えるのよ、はい、だからこれがあの上上がるわけよね、リンっていう、リンって言えばいいんじゃない、それでよくジャーガルイネビリとか埋葬した頃でこうやってやる、うんうん、だからなぜ四十九日やるかといったらさ、人間埋葬したらさ、この四十九日のうちに、うん、体の肉が全部腐っていって骨になるんだって、うん、だからその間に苦しむので数個数個ちゃんとやる、うん、だからこれも意味があるから今すぐ一回で全部済ます人もいるさね、本当はちゃんとお客さん来なくても自分家族だけでもちゃんと四十九日まではちゃんとして、もうやっぱりさあのなんて言ったって何も言うのにな、あれってもうがあるのって言うんだけど、うん、やっぱりじゃあ亡くなったもうというのは一か年間は、うん、あの慎んで決まりもいいって言って、はい、でもうは福祉の件だって、うんうん、昔は一か年間外に出なかったよ、出る時には着物かぶって顔隠してた、うん、お墓参りに行くけど一、はい、か年間は家族をさあんまり外、特にあの女親とか、うん、女性はあの外、男の人は働かないといけないけど、出るけど、はい、女は大体1か年間は外に出る、あできるだけじゃないやつ、出るときは必ず着物をかぶって、うん、1か年あ、うん、皇室だって1か年間喪に服すだ、うん、今でも皇室はしきたり、うんうん、本当こうしきたりとかこういう法事事っていうのも本当にフェアファー富士からのこのしきたりの流れ、なぜこういうのがあるのかっていうのを本当に学んで、はい、つないでいく必要性がありますね。昔にて意味や意味さ、一丁一丁さ、うん、車もらないとさ、うん、あのいけないんだよね、うん、この人はあの、そ
ですね、んゃうん、現代のあり方に合わせるのではなくて、亡くなった人たちのことをまた敬う心というのをわしてないびらくてやさい、はい、はい、それではあの町子紳士一曲ですね、町子紳士からまた、はい、ユタサイビーがやさい、はいはいはい、お願いします。直夜の、はい、ユーって世の中のユー、世の中のユー、ユーの歌でございます。まあ今の平和になってるんだけど、前のだあの戦の存在がな裏になって調整だから、これを今の生きた人たちを がこの何年戦争の哀れさを忘れないために、うん、というような歌です。言うでございます。はい、ユタサルグトゥウニゲーサビラ。
はい、ペンビルビルビル。あちこちしゅうぬかしろなかうてこの年ごとに避けて変わっていくうちなんでる。これはうちなびきゃいびらも全国世界でも避けていちゅなかい、またこの変わっていく姿っていう中で歌でね、うん、残していきましょうってことで、はい、そしてこの平和を願ったこのメッセージですね、はい、これミルク湯、ミルク湯がふ、ああミルク湯がふを、まあ、もう、まあ、もうほとんどミルク湯がふになってるさ、この世界はね、うん、はい、うん、そしてまたこれもドゥチュイビケアイビラン、人々と、うん、はい、たげにこれはチムユしながら、そうみんな、うん、だからみんな一緒に、うん、ね、世の中も一緒に、うん、まあ、人死刑の人々、うん、と語りながら、はい、このもう平和を願って行こうねということで、はい、一平二平デービル、はい、比嘉町子紳士よりゆうとどきさびたん、一平二平デービル、ありがとうございます。はい、はい、エンディングになといびしが、はい、今度また、はい、よっちゃんばあちゃんも町子新種も栗からまた一の朝のシーズンが町子新種が野菜経路を変えてやったよ、経路を変えて経路を変えからや施設訪問の一応ばってまた、うん、いろんな施設訪問も行ってるし運動会が見られる方ですけどまあ元気やびくと、はい、ああ、もう元気だけや、あ、まあ、早く前 歌いがちゃびくやもう偉いですよ。はい、本当に敬老会シーズンの中でもよっちゃんばあちゃんも町子新進も、はい、地域回られて、うん、歌たい妄たいも我へ福井やいびんどということで、はい、皆さんにさらばんじの気持ちをうどときそういにし、町子新進大地のさらはじろうさんじはじけたいや、またいっちょってよかもこっちや年始がてわしごやんてうさがっておってよ余興にち経理やよカラオケ会しろ楽しみはどうしようやかいけただけらそれからおけかいまたみんなするってしょ、はい、本当に栗からまたうんじゅのあたるまた栗から長いちしみそりおみち、はい、またにがといびいことやさい、はい、栗からゆたさることうにけえさびら、はいはい、そして中また、はい、あのツイキャスの方にですね銀のトロンボンさんささみさんメッセージの方、はい、いっぺえにへいでびる、へいでびる、はい、それではまた来週やいびん野菜、はい、また野菜にへいでびる、はい、どうも、中は言い抜くちゃえることがさ創作オペレーターしまう言葉これな次にお話しさびらやったい、はい、それではまた来週いちゃやびら野菜、はい、見えるかなかいやにへいでびる、あやさ、これよ、これよ。だから、これよ。話が夢中になって。だ、つまり、ことやさ。大衆趣味それな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 。大作詞が平田つぐみつさんで、作曲は私、比嘉町子先生、はい、比嘉町子先生、いらっしゃい、作曲から歌からありがとうございました、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます、じゃあ、またね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、お疲れ様、うん、はい。